ンタです。今日は、シャドーバースの方で、800万ダウンロードの、パックがね来たので、そちらの方開封していこうかなというのと、この間の動画の続きを撮るって言ってたことに関してのちょっとお詫びを一緒にこうお伝えできればなと思って撮影しています。で、先日ね、あのシャドーバースのコラボの方の、スリーブが来てまして、どこで見たらいいかな、デッキ内で見たら分かりやすいですね。よいしょ。はい、先日ね、ドロシーじゃない。先日やったのは、そうだ、あれだ。2578ネフティスネクロで撮っていって、で、その後、ウィッチだったりとか、ヴァンパイアだったりで、動画上げていこうかなと思っています、みたいなことを、動画内で言ってたんですけれども、動画は撮ったんですよ。で、撮ってないやつもあるんですけど、エルフとか、ロイヤルとか。で、その辺はもう、フリーマッチであんまり慣れてないデッキだったので、結構負け続きながら、ちょっとずつ勝って撮っていったって感じなんですね。で、ドロシーと、ヴァンパイアは結構使い慣れているデッキでもあったので、動画にしてもね、グダグダしないかなと思って、動画にしようと思って動画撮影したんですよ。で、動画撮影した時に、見事に実はどっちも6連勝したんですね。どっちもね、エンブレムは先にゲットしちゃってたので、残りあと6連勝するだけでスリーブ取れるよっていう状況だったんですね。で、どっちも実は6連勝したんです。ヴァンパイアも、ドロシーも。ただ、動画を録画したやつを見直したところ、実は訪れがすごいひどくて、アップできるような状態じゃなかったんですね。で、本当はアップしたかったんですけれども、ちょっとアップができない状態だったので、また後日にはなると思うんですけれども、どうしよっかなって思ってはいるんですけども、そろそろね、診断パックが追加されるっていう風にお話じゃないですか。なので、診断追加されて、デッキの中身がちょっとこう変わってから、アップできたらなと思ってもいます。ただね、こう気が向いたらちょっとこう、アグロヴァンパイアとドロシーウィッチと私の使っているものをちょっとご紹介できればなと思っています。一応ね、そういう状況だったので、一応もし楽しみにされている方がいればと思いまして、お詫びとして今撮影の方させていただいてます。本当申し訳ございません。ちょっと めちゃめちゃ音がずれてて、そんなにっていうぐらい、音ずれがひどかったので、多分、バックグラウンドでね、パソコンでやってるんですけど、バックグラウンドで他のものも起動していたので、その影響もあるのかなとか。ただね、動画撮影してる最中は全然こう、ラグとかもなくって、全然問題なかったんですけど、録画された映像に関してはラグがひどかったので、ちょっとね、今回アップするのを、見送らせていただきました。ただね、無事ね、すべてスリーブ取れましたので、こんな感じで。エルフ、ロイヤル、ウィッチ、ドラゴン、ネクロマンサー、ヴァンパイア、ビショップ。そしてログインの報酬の、オリビエと、こちらは20勝したらもらえるバハムートですね。っていう感じで、まあこの辺で全然もらえてないのもあるんですけれども、ランクマッチサボってたりもしてたので、ちょいちょいしかもらえてないんですけど、あと、ログインね、あまりしてなかった、遊んでなかった時期とかもあったのでね、あれなんですけど。はい、とりあえずはね、ゲットすることができました。で、今日は、もう一つ、800万ダウンロードのね、ログイン報酬というので、カードパックのね、バハムート降臨の方のチケットが、実は4枚もらえたんですね。で、あと、こっちの方ね、スタンドオブパックの方も、あるので、ちょっと引いていこうかなと思います。で、引いていきましょう。で、ルピーはね、ちょっと余しとこうかなと思います。診断のパックが来てから購入していこうかなって考えてますね。プラス何かレジェンドでも出てくれればいいところですね。すごい、これ狙いみたいのはないですね。お、ウルズ。ただ、ウルズ、何枚目だろう。3枚目 ?4 枚目ぐらいかもしれない。まあ、いいでしょう。とりあえずゴールドは確保しました。では、
ライズオブバハムート、バハムート降臨の方4パックねもらいしてますので、こちらやっていきましょう。でなんかプレミアとかで欲しいですよね。はい、まあ銀ですね。ふん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 。お、お、プレミア1枚来ましたね。ゴブリンブレーカーティナ。でもティナ使わないかな。溶かすかもしれないですね。あとは氷国の呼び声ですね。サダノサーバントをエンハンス8だったら持ってこれるよっていうやつですね。ここ捨てて敵1体破壊ですね。ほっ、おあー、でもゴールドが1つですね。サディスティックナイトですね。こちらがバンパイアのカードですね。自分のリーダーに2ダメージ、相手のフォロワーに6ダメージで、エンハンスでビーストドミネーター出せるよっていうやつですね。でも使ってないな。悪くはないんですけどね。ちょっとヴァンパイア違うの使ってたりするので溶かすかもしれない。さすがにレジェンドはそう簡単に来ないですかね。はい、とりあえずはね、このような感じですね。ゴールドが2枚全部で出てますね。ちょっと最後に、余剰カードだけレッドエーテルに変えていきましょうか。はい、もうエーテル全然ないんですよね。ドラゴンとかほとんど使ってなかったんですね。ドラゴンとあとロイヤルとかもうあまり使っていなくって、ロイヤルはねちょこちょこカード余してたんですけど、ドラゴンのカードはもう全部溶かす勢いで溶かしちゃってたんですよ。なので今回ドラゴンのデッキを作るのにエーデル結構溶かしちゃったんですよね。で今使ってるのはリュウミコ使ってます。リュウミコ冥府ですね。こんな感じです。まあちょっとね、なんだろう、ちょっと時代遅れ感もあるかもしれないんですけど、まあ基本的にリュウミコを場に出して新たなる運命して冥府出して勝つみたいな感じなんですけど、で後の打点のところでいけばダークドラグンフォルテを出してみたいな形でのデッキですね。弟はねすごい使いこなしてたんですけど、私がそこまで使いこなせてなくって、弟の勝率は7割から8割方勝っていたんですけど、勝率半々ぐらいでね、ちょっと練習しないとこれはちょっと難しいんです。ただメイクと新たなる運命は状況によってはどのデッキでも使えるので、それこそテンポエルフがねちょっと弱体化した関係でメイクエルフに切り替えたんですけど、メイクエルフは結構勝率良かったですね。やっぱメイク立てるとそこからね相手の動き止めたりもできるので、まあそれまでが大変っちゃ大変なんですけどねっていう形で作りました。まあ、とりあえずは、いい感じにね、できたかなと思ってはいるんですけども、とりあえずね、勝てなくはなかったので、アグロネ、ロイヤルとか、あとエイラビショップとか使って、この辺はただ使い慣れてないので、なんとも言えないところなんですけど、ちょっと遊びながら楽しんで使っていこうかなって感じですね。はい、ではね、今日はパックの紹介、パックの方を引いたのと、先日ね、動画撮ろうかなって思ってたものがちょっと撮れてなかったですよっていうお詫びの方でした。で、今後ね、デッキの方だったり、私なりのレシピっていうのを上げていこうかなと思いますし、フリーマッチだったり、ランクマッチだったり、ランクも全然まだ A なので、ランクもこう上げていくのをねやっていこうかなとは思っているので、ぜひぜひそちらの動画も楽しみにしていただければなと思います。あとはもしこういうデッキは作らないんですかみたいなのがあれば、そちらの方のデッキもねちょっと作ってみようかなと思います。いろんなデッキね試してみたいので、まあご希望とかご要望あればぜひぜひコメントの方にいただけると嬉しく思います。それでは以上、リントでした。バイバイ。
最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いいたします。